回は、今までねいろんなところのいろんなオリパを開封してきたんですけども、今回開封するのはこちらです。ブックオフさんのオリパを開けていきたいと思います。まあね、あの今までホビーオフとかは開けたことがあるんですけども、ブックオフのポケモンカードを取り扱ってる店舗のオリパはね開けたことがなかったので、今回は開けてみたいと思います。で、500円でカードパンパンに入ってて、でもなんかねいっぱいあったんだけど、一番あのカードがいっぱい入ってるやつを選んできました。ということで開けていきましょう。もう開けられるのかこれ。すごいなんか雑なんだよな、もう梱包が。だってこれちょっと後で見せますよ、ね、見てください、あのブックオフの袋を切ってるだけなんですよ、これ。このね雑さ。そして、あ、積んで積んで GX、 いきなり GX 来た。 GX コバルオン GX、 広い、ちょっと待って、広い。でもね、一応レギュレーション的に使えるからセーフなのかこれは。そしてトゲキッス、火打ち石は普通に嬉しい。で、今日のマナも割と嬉しい。で、まあ、ファイヤーもいい。あ、レギュレーション結構混ざってるね。ソルロック、サイフォン、あ、お、オメガレンダのチャーメルマン、ちょっと待って、オメガレンダのチャーメルマンめっちゃいいぞ。これは普通に当たりだぞ。オメガレンダのチャーレ、これエクストラ強いやつね。で、ニャース。キテルグマの荒稼ぎ。で、ペルシアン。よいしょ。で、ナマケロ。ゴンベ。あ、フーパのこれあれだね。あの、プロモ。プロモのフーパ。どこ、これ。ちょっと上でいっか。よいしょ。なんか、ごちゃ混ぜなんですよね。結構、レギュレーションが。で、クラッシュハンマー。あ、エネルギーも入ってるね。エネルギー普通に嬉しいやつだね。よいしょ。ビードル、打撃、トサキンとタマタマ、タネボウ、ズルック、トランセル、フェアリーチャーム、草。基本フェアリーエネルギー。ちょっと待って。ごちゃ混ぜになる、マジで。ちょっと。どこ、こっちに帰っとで。マジでごちゃ混ぜになるぞ、これ。すごい、すざましいレベルでごちゃ混ぜになっていくカード。よいしょ。ちょっとずつ見ていきましょうかね。で、草エネルギー、エアームド、クレッフィー、シシコ、アシマリー、あ、プラターヌいいね。プラターヌ強いよ。エクストラでも結構強いカードですね、プラターヌ。で、バイバニラ、フェアリーエネルギー、エレブが、なんか3枚。で、アチャも、ムシャーナ、ムンナ、ゴンベ、ランプラー、グライオン、シュバルゴ、クチート、シュバルゴめっちゃ出るね。で、ゴルバット、スリーパー、ダルマッカー、ビークイーン、ペルシアン、コスモック、ゴース、カラマネロ、ピジョット。なるほど。で、ケムッソ、ヌマクロウ、フラージス、リオル、テールナー、シシコ、ベトベトン、アローラペルシアン、マッギョ、ヌイコグマ、お、プロモノラティオス出てきたね。プロモノラティオス、カプレヒレ、トロピウス、ムーマージ、ねじれた呪文、これ知らないな、このムーマージ。特性は、進化させるときに1回使えて、で、相手自身の手札を全て山札に持ち出し、山札を切る。結構強そう。で、まあ、フォクシー、初期デッキだね、これ。で、ヒトカゲ、カクレオン、イーブイ、謎の化石、マンキー、ベトベタ、タマタマ、キャタピー、デオキシス、ヌイコグマ、デオキシス、オニドリル、メルタン、なんかすごいね、これめっちゃ、こっちまでね。メルタン、ムックル、ポチエナ、モココ、デオキシス、コンパン、タイプ、ヌルポニータ、ヘルガーですね。とりあえず今ここまで見てきました。結構ごちゃ混ぜですね。レギュレーションもごちゃ混ぜって感じで。で、続いて最後、もうこのタバルゴニなんですけど、シザーリーガー、マダトガス、マダ、マダド、マダトガス、ヒードラン、あ、ビーリーベンジの、あの、ビークイーンだ。これ普通に強いぞ。普通に多分。よいしょ。で、糖エネルギー、ジガルで、ウルガモス、お、シールドエネルギー出てきたね。シールドエネルギーね。ミニリュウ、ウルガモスとか、この辺もなんか強いんじゃないか、普通に。ヘラクロス、キテールグマ、お、またオメガレンダ出てきた。オメガレンダ強い。マジオメガレンダ何枚出てくんだ、これ。ホルード、
ネマッシュカラサリスアゲハント、ミツハニーデデンネ、ヒトモシアゲハント、カクレヨン、ピクシー、リオル、リオル、ムーマ。で、ムーマ、ベーベーのですね。びっくりボックスは割と嬉しい。で、水エネルギー、カプコケッコ、穴抜けの紐。で、芽吹き実家、基本雷エネルギー、アローラキューコン、あ、格闘道場は普通にいいぞ、これは当たりだぞ、多分。マッシブーン、お、ここで GX、お前再録されるやんけ、クチート GX、はい、クチート GX、大好きクラブ、はい、エレキレインのライチュー、ホッコ、ジバコイル、ジルタリス、ウルトラシャイニーだね、すごい。あー、ミステリートレジャー、ミステリートレジャー出た、ミステリートレジャー普通にいいぞ、海洋が、ライチュー、フェアリーチャーム、雷、おー、ポケモン通信も普通に嬉しい、これは。で、ミカルゲ、なんだこれ、ガルーラ、ガルーラ、お、待って待って、サザンドラ、サザンドラ、ここに来んの、ちょ、待って、サザンドラ、おーい、サザンドラ、いやー、これは嬉しすぎるな、サザンドラ EX、これ、ついのサザンドラ大好きすぎて、これ集めてるから、めっちゃ嬉しい。で、ウィークガード、キュレム、水エネルギーですね。はい、ということで、このような開封結果になりました。何気に良かったぞ。まあまあ、500円の価値はしないけど、まあ、普通に、まあ、開けてそんなにめちゃくちゃ損した気分にはならないパックだったので良かったと思います。ということで、今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。